春の静岡市長選挙について、今日立憲民主党県連は元副知事の難波喬司さんと政策協定を締結しました。与野党が難波さんへの推薦を決める中、自民党県議の山田誠さんはどう戦うのでしょうか。今日静岡市内のホテルでは、立憲民主党県連が静岡市長選に出馬する元副知事の難波喬司さんと政策協定を結びました。政策協定では、大規模災害に対する危機管理体制の強化などについて協力して取り組むことを確認。また立憲民主党本部は県連からの上申を受け、今週難波さんへの推薦を決めました。県政と市政という両輪になってですね、この地域発展のために難波さんに尽くしてもらいたいと。難波さんに対してはこれまでに自民党の静岡市議団や市内4つの支部が推薦を決めたほか、公明党も推薦を決定。国民民主党県連は難波さんから推薦願いが提出されれば前向きに検討したいとの意向を示しています。与野党相乗りで支援を受けることについて難波さんは、政策面で各会派が意見をが異なるということはあまりないというふうに思っています。各会派とですね、こういった政策協定あるいは推薦をいただくということについては整合性が取れているというふうに思っています。こうした中、昨夜静岡市内で開かれたのは、頑張ろう頑張ろう、出馬を表明している自民党県議の山田誠さんの応援団の集いです。長年自民党に在籍しながらも今回推薦を得られなかった山田さん、応援会に自民党の市議や県議の姿はありませんでしたが、支援者ら250人ほどが応援に駆けつけました。若者がこの静岡で、静岡市で夢を叶えられる、そういう街静岡にしたいです。山田さんはこの日マニフェストを公表し、行政を経営的感覚で見直すとして、防災・危機管理、地域振興、産業・経済、福祉、教育・人材育成の5つを政策の柱に掲げました。難波さんに対し各政党から推薦などが相次いでいますが、山田さんは市民党として戦うと訴えました。政党でもなければ企業でもない、やっぱり一人一人、市民一人一人が選ぶ、それがトップであり市長である。まさに孤軍奮闘ではない。私の周りには大勢の市民がついてる。ですから静岡の市民党として私は戦っていく。